こんにちは、セゲンです。今回は、テントのメンテ修復していきたいと思います。で、修復するテントっていうのがこちらになります。ドスンと。自分が使ってる、天幕から出てるテンゲルスタンダード。こちらの、メンテナンス、まあ、修復ですね。やっていきたいと思います。で、修復する箇所っていうのが、ですね、ちょっと開けましょうか。はい。で、修復するっていうのがこちらになります。フレームですね。まあ、フレーム3本あるんですけれども、インナーテント用の2本と、あと、前室を開けるためのフレーム3本、計3本あるんですけど、そのうちの1本のフレームが、割れちゃいまして、そちらを、修復していきたいと思います。はい、割れたっていうのはこちらになります。見えますかね？こんな感じで。インナーのフレームのうち1本の、まあ、接続部分、まあ、節1個っていうんですかね。が、こんな感じで、真ん中からパッカンと割れちゃいました。ということで、こちらを修復していきたいと思います。で、最初は、まあ、アロンアルファかなんかでやろうかなと思ったんですけども、まあ、それはそれでいいんでしょうけど、今回は違うやり方でやってみたいと思います。で、それがですね、こちらになります。じゃんと。ダクトテープ。まあ、こちらを使って、修復していきたいと思います。まあ、アロンアルファより修復が簡単かなと思ってですね。で、あと、まあ、いろいろ、ダクトテープっていうのも持ってなくて、まあ、いろんな、まあ、この修復以外にもいろいろ使えるかなと思ってですね、買ってみました。で、買ったのが、スコッチの強力多用塗装臭っていうんですかね。すいません。で、のテープで、水に強いものを買ってます。確かこれで、何本だったかな。600円ぐらいだったような気がします。3メートルで。ということで、こちらを、割れたテープ。これ、こちらを使って割れたフレームを修復していきたいと思います。うん。で、まあ今回はそのフレームの補修に使うんですけども、まあキャンプ行くときに持っていくと、テントとか、まあ、タープに穴が開いた時に簡易的な補修にもなるのかなと思ってですね、水にも強いやつだと。というところで、ダクトテープ一つ持っておきたくて、買ってみました。ということで早速、修復していきましょうか。まあ普通に貼って、まあ、巻きつけて貼るだけなんですけど、まずは節ですね、これが刺さるからここが刺さるからこの刺さるここからちょっと補修する感じですかね。あ、しまった。ちゃんと貼らないとダメですね。あ、いい感じかもしれないです。ああ。うん。とりあえず、こんな感じで一箇所補修してみましたけど、あ、結構いい感じですね。うん。あ、今後もいろんな、まあ、いろんな手が、多分また、いろんなところが割れてくると思うんで、使っていくと。まあ、やっぱりこれで良かったのかなという、アロンアルファよりは、まあせっかくなんで、もうちょっといろいろ巻きつけていきます。確かこれ、ハサミじゃなくて手でも切れるって書いてました。ああ、でも手で切るとやっぱちょっと汚いですね。手で切れなくはないですけど、やっぱりハサミで切った方が綺麗に切れます。うん、で、やっぱりその、
水に強いっていうのもなんとなく、まあ、細かいかとことは分かんないですけど、このダクトテープを触ってる感じ、あ、水にも強そうだなっていう感じはなんかあります。まあ、感覚的なものなんで全然説明になってないかもしれないですけど、でも、うん、こんな本当に雨に強そうだなという感じはありますね、なんとなく。なんで、急遽穴が開いたテントとかタープの補修に、まあ、ちょっと色がかっこ悪いですけど、まあ、こんな穴が雨漏りするよりいいと思うので、キャンプ行くときに今後持ち歩きたいなと思ってます。あとは、ちょっとだけインナー立ててみましょうか。まあ、割れることはないとは思うんですけど、一応念のためテストで、インナーだけ立ててみたいと思います。これインナーのフレームなので。はい、室内ですけども、テンゲルスタンダードのインナー立ててみました。外で立ててるときは全然気にならなかったですけど、やっぱり部屋の中で立てると、ポールの長さ、まあ、フレームの長さだったり、意外とこのインナーも大きいんだなというのが分かりますね、部屋の中で見ると。まあ、ちょっと脱線しましたけど。で、フレームの方は見てみました。まあ、異常はなしです。で、見てみると、やっぱり、割れたところっていうのはここですね。ここの節のところが割れたんですよ。で、一番テンションがかかるところ。割れたみたいですね。なるほどなと思いました。で、今テープ貼った感じ、まあ全然問題ないです。まあ予想通りというか。で、一つまあ気をつけなきゃなというのは、まあこんな感じで、ダクトテープを貼ってるんですけども、今、こんな感じで、インナーのフックつけるんで、こういう感じで残しておいてよかったなと思って、まあ。自分がめんどくさがり屋じゃなければ全部にこう貼ってたんですけど、今回はたまたま幸いしました。こういう感じで残ってたんで、貼って、ダクトテープ貼ってないところが。そこがちょうど、こんな感じでフックかけるあのところで、問題がなかったんで、全部テープにしてたらちょっとフックかけるのが大変になってたかもしれないですね。まあ不幸中の幸いというか、という感じです。まあ、このフレームの割れに対してこのダクトテープ使ってみましたけども、とりあえず問題ないかなという感じですね。強度も一番テンションかかる、フレームのところに貼りましたけれども、まあ問題なさそうですし、まあ経年経った時にまあ多分ベタつくところはあると思うんですけども、まあ割れるよりは全然いいんで、まあ、大成功だったかなと思います。はい、ということで、今回は、テンゲルスタンダードのフレームをこちら、スコッチの水にも強いダクトテープで修復してみましたけど、大成功だったと思います。まあ何回も言うようですけども、フレームの修復からテントタープの修復まで、簡易修復まで、使えるんじゃないかなと思ってます、うん、ということで自分は、キャンプ行くとき、このダクトテープ持ち歩こうかなっていう考えてます。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。それでは、せいげんでした。ありがとうございました。また。